どうも皆さん、おはこんばんちには、お座敷レーサーチャンネルのキッドでございます。ニードフォアスピード続きをプレイしていきたいと思います。お、揺れる揺れる、余震で、お、揺れる揺れる、すごい、これ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 、取りだめとなっておりますので、ちょっとあれなんですけど、ね、地震があったんですよ、4月13日だったんで、またね、余震が、ね、どうですか、地震怖いな、怖いだな、いやもうこの地震の背中ですね、やりたいと思います。ちゃんとね、逃げる用意とかしてますんでね、あ、大丈夫ですよ、はい、ちょっと待ってね、ちょっとお待ちくださいね、はい、すいません、いやちょっとね、スマートフォンチェックしておかないと、もういつこう津波が来てどの方に、ね、もうその実況撮ってるじゃないかな、ね、そんなのもう命美味しいから私、じゃあやっていきます。まずちょっとマグナスさんの来てたんで、それ聞きましょうか。マグナスだ、コースを設定したので試してみてくれ。ぶっ飛んだコースじゃないが走りがいはあると思うぞ。ほう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 、で、ロビン、まあでもその前にちょっとこのマヌー、まだでもスパイク来てるな、あ、これかな、よ、トラビスと話したか、俺がマグナスの話をすると変な態度を取るんだ。いずれにせよマグナスの投稿した新聞にする取り組もうぜ、向こうで会おう、あ、もうよし、これ行こうか、ロビンちゃんの方も来ないけど、ちょっとこっちに行きましょうか。これ行って時間があればロビンちゃんの方に行きましょうかね。全然進まないな。ちょっとずつ進んでんのかなこれ。わかんないんだな。まあ、ただ、全然結末が見えないんですね。はい。イベント開始、このイベント開始ではタイムトライアルか、マグナスのタイムトライアル記録を破る、新しい記録なんか屁でもない、聞こえるかマグナス、破るの俺だけどね。なんかさも俺がやってやるわみたいな感じになってるけど、俺だからさ、破るの、さあ注意しながらここも行きたいと思います。別にこっち来る必要なかったんじゃないかなこれ。気のせいか、いやいや、場を盛り上げるためにやはりこっちのルーズに行きましょう。ちょっとピックアップがなんか悪いな、すごいから、なんかちょっと変わったのかな。35 GTR の、2017年モデルが非常に乗りやすかったんで、そのイメージで乗っちゃってるのかもしれない。あれすごく乗りやすいよね、乗られた方は、乗られたっていうかその、あ、やべ、試された方はですね、あーだねーってなるかもしれませんけど、あれ本当乗りやすいわ、びっくりしちゃった。ちょっと集中していきましょう。おしゃべりも大事っていうか、視点がそもそも俺これダメだったんだ。そうだ、視点があるね、視点見せにしよう今日は。あー、ちょっとあのスタンド寄りたかったな。どうなってるの、ちょっとこれ見る、左に曲がって、ちょっとまた、これ破れるかな、記録なんかダメな気がするな。あー、そっち行っちゃうの、2分10秒か、ギリギリかな、あー、なんでやねん。なんで今そっちにぶっ飛んでた、お前、あ、無理だな、わざわざそっちのルートに行く必要ないんじゃないのって感じはするけど、でもまあそういう風になってるからな、ルートが、ほらもう、あ、ギリじゃん。よく行ったよこれ。わ、悔しい、これもう一回やりてえな。わ、これ悔しいな、ちょっと
と、タイムトライアルの時は視点を変更してボンネット視点にさせてもらおうかな。いや今のはなかなか良かったが、またランをしないか。ちょっとやり方を変えてな。連絡を待ってる。後で話そう。何？ということじゃ。っていうことは、ああまあそうか。これなんだっけ？あ、リスキーデビルか。そうか。これでもドリフトだから一旦帰って、タイヤをドリフト台にしてからまた行きましょう。タイヤつけていこう。と他なんかつけられるのかな？あでも、あまあでもそうか。あサスペンションがつけられますね。サスつけてクラッチもついてる。ここら辺も来るんじゃない？あでも加速が鈍るのか。いや加速はやっぱ欲しいな。あーこれもダメだな。あこれは、あこれいいね。つけよう。あとはそんなもん。マニホールだ。あーこれも加速が鈍っちゃいますね。加速が鈍るのはちょっと嫌ですね。よしこれでいきましょうか。で、ロビンちゃんの、先にロビンちゃん行きましょう。で、これですね。お、マグナス来てるね。いや、退屈だったので、コースを準備した。走るといい感触だった。タイムを試してみてくれ。ただし、勝つのもいいが、大事なのは名声だ。自分の思いを信じろ。お。楽しそう。まあ先にこっち潰しましょうか。リスキーデビルと目標上達です。位置について。スタート。これはでもあれでしょ、連結だから先行っちゃダメなんでしょ。私が同じスープラじゃないの。よし、あパーか、パトか。いやいや、ドリフトしてないでしょ、あなたたち。ドリフトしてないでしょ。あー、楽しいですね。あ、こういう。あー、スープラ脱落。スープラ脱落。でも、どうせ来るんでしょ？あ、来ないか。あ、そっちかい。いや、分からんな。結構離れちゃった。いやー、さっきの。よしよし、いいぞ。あれ？終わった。なんじゃいそりゃ。もうなんだったんだか、もうがよく分かんなかったな。まあいいや、とりあえずクリアしたからいいでしょう。もう何、最後のしまんないな。今のやばかった。私は用事があるから自分のことをしててね。また連絡するわ。あー追っかけられてる。よし、時間もあるね、まだね。よし、じゃあ最後マグナスやって終わりましょうか。スピードなんで、一旦、トロフィー回収してる。一旦帰ってタイヤをグリップに履き替えて、で、また再び、マグナスもテレポートしてから、戦って。今日いいところないなぁ。もうなんか、いいとこないなぁ。もう全然いいところがないなぁ。いいとこ見せようとは思わないんだけどな。これかな。あ、ん？履き替えた今。あ、履き替えてるね。で、これのマップ。テレポートね。
え、びっくりするからやめようぜそういうの。今ちょっとびっくりしてたな。よし、やりましょうか。タイムトライアル、今度こそ、今度こそいいところ作るぞ。やってやろうぜ、やってやろうぜ。このうわ危ねえな、なんか今日よく車が突っ込んでくんな俺に。私今スイフトスポーツに乗ってるんですけど、その前ですねレガシーに乗ってたんですよね。青のステーションワゴンのですね、GTB E-Tune ってやつに乗ってたんですけど、 E-Tune2 かで乗ってたんですよね。で、青だったんですけど、まあその青の車にですねしょっちゅう車が突っ込んできてたんですよ。なんか吸い寄せられてたのかな、 青に。なんで、なんでそっち今なんでそっちに向かったの今。なんでね、なんか今それを今思い出してますね。今なんで今そっちに向かったで、またあーほら、なんだ今の。もうちょっとなんか操作性変わっちゃったな俺の。ハンドリングもうちょっと良くしてもいいな。なんか怒ってる顔してるから。あーなんだなんだ、もうガッチャンガッチャンじゃないか。下手くそすぎるでしょ。やたら曲がってんな。あ、これ間に合わないんじゃない、またしても。あ、大丈夫か。あ、ほらほら、なんか突っ込んでくるよね突っ込んでくるよね。今確実に逃げる道中しかなかった、陰側しかなかったでしょ。なぜ陰側から陰側に突っ込んできたアウトから。あ、まあ俺と一緒か。もうわけわかんないわもう何言ってるかわかんない自分でも。よし、OK、とりあえずいいや。もう一回ちょっと個人的にこうやり直そう。アーバンアウトロー、ん、なんこれ、ジェイルブレイク、エディーズチャレンジをプレイしてアンロック。あ、揺れてる揺れてる。おお、でかいでかいでかい。恐ろしいですね。とりあえず収まったかな。もう地震がね、余震がもう続いてますねさっきから。ではマグナスさんの聞きましょう。マグナスだ、走りを見せてもらったがなかなかいい。もし俺のタイムに迫れたら一緒にドライブでもしようじゃないか。じゃあなそんなのんきなあ、でもロングホーンで青になってるな。テレポートして、さあここまで見てから終わりましょうか。もう地震は気になるわ、コースはよくわかんないわね、ロングホーンってどこ書いてあるのかな。どこにも書いてないよね、ロングホーンなんて言葉。そしてまた1台だけ止めると悲しい。マグナスだ、走りを見せてもらったがなかなかいい。もし俺のタイムに迫れたら一緒にドライブでもしようじゃないか。じゃあな。おい、すげえぞ。どうやってお前のアドレスを。俺を見るな。この意味がわかるか。お前のおかげだ。違うでしょ、二人のせいかよ。ロビン、そうじゃない。こいつの走りはすごかったんだ。マグナスに注目されても当然だ。もうゴールは近いぞ。準備はできてる。行こうぜ。盛り上がってますね、スパイクは。スパイクは生き生きしてるな。この演じてる男の人、うまいな。ここ一ですね、私の中で最近のこの演技力は。はい。ということで、じゃあ今日はここで終わりたいと思います。
皆さんも自信だって地震にはくれぐれも気をつけてください。次回はですな、そうだな、次回はマヌ行こうか。ちょっとマヌずっとほったらかしたからマヌ行って、ロビンちゃんに行こうかな。ここら辺もねやんないとなんだけど、うん、まあいいかはい、そんなわけで、最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆さん、またお会いしましょう。よしなに。